金谷高校3年浜本蓮斗です。金谷高校2年宮田修平です。ビーチバレーボール少年男子の部に出場する金谷高校3年浜本蓮斗選手と2年宮田修平選手の先輩後輩ペア。2人は先月大阪で開かれた全国大会で見事3位入賞を果たし、2年生の宮田選手は大会の有望優秀選手にも選ばれました。大隅地方ではビーチバレーの大会が多く開かれることから、鹿屋高校バレー部では部活動の一環で希望者がビーチバレーにも取り組んでいます。浜本選手と宮田選手がペアを組んだのは去年6月のこと。浜本自身がビーチバレーに強い気持ちを持ってる。で、その気持ちでもって後輩を引っ張り上げるだろうと。で、浜本にないところを持ってる宮田、あのスパイクの強打だったり明るさだったり、いいペアになるんじゃないかなと思って組ませました。共に鹿屋市で生まれた2人、小学校時代は剣道少年だった浜本選手に対し、宮田選手は兄の影響で小学2年からバレーを始めました。中学時代は鹿屋中学校、鹿屋東中学校でそれぞれがバレーに没頭し、高校で出会い相棒になりました。試合中では、もう本当怖い顔するんですけど、普段そのバレーをしてない時は結構おちょくったりとか結構してますね。普段の浜本とか宮田くんから見たらどんな人ですか？夏はよく川に行く人だなって。今年は行けてないですね。海に行く方が多かったです。砂地で試合を行うビーチバレーは1チーム2人で21点選手の3セットマッチです。6人制バレーとの大きな違いは、両チームの合計得点が7の倍数になるとコートチェンジすること。風が試合の流れを大きく左右するため頻繁にコートを変えます。見どころは、どんなに強烈なスパイクをレシーブしてもすぐさま立ち上がりスパイクを打たなければならない、そのスピード感と迫力です。この日は鹿屋体育大学の現役バレー部を相手に、特待に向け細かいプレーを修正していました。たまたま決まったは続かんから、絶対こうなったら、こういうパスが短くなった長くなったら、こういう風に助走する、こういうトスをもらうっていう、こう凍るしかない。でも凍るも難しいよな、どうするかって言われても見えてないよ、スパイカーは。コートにいる味方はたった一人、とことん話します。コートの中で一緒にプレーする宮田くんっていうのはどんな存在ですか？まあ、やっぱり強いスパイク打ってくれますし、2年生とは思えないほどの技術を持ってるんで、助けられるところも多くあって結構頼りあります。まあ、自分ちょっとトスミスとかが多いんですけど、そこをカバーして相手のいないところに打ってくれたりとか、そのあとサーブがいいんで相手を崩して連続得点を取れるので、とてもありがたいです。去年の栃木国体では初戦敗退。その悔しさをバネに、この1年間努力を重ね全国3位に上り詰めた浜本宮田ペア。3年生の浜本選手にとってはこの鹿児島国体が高校生活最後の大会です。やっぱり優勝を目指して頑張りたいと思いますし、その何より自分たちが楽しんで勝つっていう、ここが一番大事だと思うし、そうしないと勝てないと思うので、一つ一つのプレーを楽しみながら上を目指せたらなと思います。園長さんも僕も悔いの残らないような成績を残すというよりかは、プレーを全力で楽しみたいと思います。
メンタルの駆け引きが醍醐味と話す人もいるビーチバレー。2人の信頼感と絆が鹿児島の地で試されます。